殊メイクも、まあ、めちゃめちゃ凝ってていいですね。あの鏡に映ったロジャーの腐りきった姿とかですね、蘇生光線によってよみがえって襲いかかってくる豚の丸焼きとかですね。ゾンビショップ店長がお届けする日刊ゾンビ、今日はゾンビ映画紹介ということで、こちらゾンビコップを紹介します。この動画では過去の優れたゾンビ映画に注目し、その作品の見どころや魅力を紹介していきます。今回は生き返ったゾンビ刑事が事件の真相を追う SF 刑事アクション映画のあらすじやおすすめポイントを紹介し、その魅力を語っていきますので、最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルではゾンビ映画の紹介や解説、ゾンビカルチャー紹介などゾンビファンに楽しんでもらえる情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということで今日はですね、いよいよゾンビコップを紹介したいと思ってるんですけども、まあ懐かしいですね。私も昔ですね、もうゴールデン洋画劇場でね、もう何度も見た作品ですよ。いつかこのチャンネルでこのゾンビコップをね紹介したいと思ってたので、今日は楽しんで紹介していきますのでね、皆さんもよろしくお願いします。はい、ということでですね、こちらゾンビコップは1988年にアメリカで公開された SF コメディ刑事物の映画、まあ、監督はですね、ターミネーターやランボー怒りの脱出、コマンド、ターミネーター2などなど数々のハリウッド作品で編集を手掛けたマーク・ゴールドブラッドとなっております。で、まあ、あらすじなんですけれども、冒頭はですね、宝石店に屈強な二人組の男がですね、押し入りまして、強盗を働いてですね、宝石を強奪するという事件が発生するんです。で、そこにですね、警官隊が、まあ、宝石店をこう取り囲んでいく中、まあ、主人公である刑事、ロジャーとダグのコンビも現場に駆けつけるわけなんですね。でですね、強盗はですね、警官隊がこう、いくらこう射撃でこう撃ち抜いてもですね、全然ダメージを受けず、まあ、逆に次々とマシンガンで警官を射殺していくんです。で、ロジャーとダグはですね、手を組んで、こう、意を消してですね、車ごと強盗をこうぶっ飛ばして、そしてまあ、なんとか事態を収めるんですね。で、まあ、この強盗の遺体が検視に回されたところですね、強盗の死体を調べて、検視官であるレベッカ、まあ、これロジャーの元恋人みたいな感じなんですけど、そのレベッカがですね、実は数日前にこの男の死体を検視したということが分かりまして、まあ、どうやらですね、一度死んだ男が、まあ、蘇って強盗を働いたというふうにしか思えない、わけなんですね。で、まあ、捜査を進めていくとですね、レベッカはこう、この強盗の男の死体の皮膚組織から検出した、まあ、薬品を手がかりにですね、ダンテ製薬という会社の存在を突き止めまして、で、まあ、ロジャーとダグは、このダンテ製薬に向かうわけです。まあ、するとですね、まあ、いろいろ怪しいところを捜査しているうちに、ダンテ製薬で、ダンがですね、突然、巨漢の化け物に襲われまして、で、そのもめくちゃになってて突き飛ばされたロジャーがですね、減圧室にちょっと吹き飛ばされて閉じ込められて、さらに何者かによって窒息死させられてしまうわけなんですね。で、その後、ダンテ製薬に駆けつけたレベッカはですね、研究施設の装置が遺体を蘇生する機械だということを突き止めるとですね、まあ、なんとロジャーをその装置にかけて生き返らせるという展開になっていくわけですね。で、生き返ったロジャーは、まあ、自分をこんな目に遭わせた、犯人を追うためにですね、まあ、ダンと協力して捜査を続けるというところから、まあ、ストーリーが展開していくわけです。で、このゾンビ、コップのですね、魅力なんですけれども、まあ、なんといってもですね、シナリオですね。まあ、その内容というのはですね、まあ、SF とコメディと、そして刑事物と、またバイオレンスアクションを取り混ぜた、まあ、ホラーも取り混ぜたですね、まあ、いわゆるこう、まあ、色物と思われがちなんですけれども、まあ、映画としての完成度めちゃめちゃ高くてですね、もう本当に高評価できる作品となっているわけですよ。まあ、やはりその脚本がもう、とにかくよくできているんですよね。まず、起承転結がわかりやすく、そして、ほころびがないように、ストーリーがこう絶妙にこう組み合わさっててですね、もう突っ込みどころが結構少ないんですよ。で、見ていて違和感がない。すんなりと入り込めて、まあ、純粋なエンターテイメントとして、まあ、楽しめる、そんな脚本がよくできた映画なんですよね。あとはですね、監督のこう手慣れてる感っていうのがすごくあって、そこが映画の完成度に
高い完成度にですね、つながってるんじゃないかなって思いますね。この監督のマーク・ゴールドブラッドはですね、過去にターミネーターやランボー怒りの脱出、そしてコマンドターミネーター2とですね、またプレデーター2なんかも手掛けてですね、もう本当にですね、枚挙にいとまがないくらい、過去に数々のこう名作のハリウッド映画の編集を務めていただけがあって、もう本当に卒がないんですよね。演出、そしてストーリー運び、カメラワーク、ロケーション、すべてにおいてですね、まあ完璧と、本当に完璧と言えるぐらいですね、映画の完成度が高いんですよね。はい。そしてまあ、うまくこう、あるあるをですね、散りばめていて、SF 映画のあるある、コメディ映画のあるある、刑事もののあるある、アクションバイオレンス映画のあるあるというところをですね、本当にこう、なんですか、パロディーコメディー風にですね、アレンジして、散りばめてますよね。例えば、いかにもですね、ザ・フライとかですね、リ・アニメーターみたいな感じ、そしていかにもビバリーヒルズコップな、刑事同士のやり取り、そしていかにもコマンドなアクションバイオレンスというふうにですね、あらゆるジャンルのこう見たことあるような場面が随所にこう散りばめられているところがですね、またこう皮肉も込められてて、こうなんていうんですかね、臭くないんですよね。うまくまとめられていて、こうデジャブーな既視感はあるんですけど、全然こう嫌な感じはしないんですよ。そしてパクった感じもしない。本当にね、うまいんですよ。巧みなんですよね。はい。こういう作品はですね、やっぱりこう土曜日の夜中なんかに、もう本当にポテトチップとか、ビール片手にですね、構えずに力を抜いて、うわ、あるあるやなーとかですね、おもろいやんけーみたいな感じで気軽に見れる映画がもう一番面白いんですよ。まあそんな風に私は思いますよね。はい。ではこのゾンビコップの見どころなんですけれども、なんていうかですね、まずゾンビ映画としては、まあ、イレギュラーな作品なんですけれども、まあ、ゾンビあるあるもやっぱりしっかり入っていて、まあ、本格的なゾンビ映画ではないんですけれども、ゾンビ映画ファンでもしっかり楽しめるものになってよしという感じですね。そしてですね、やはりなんといってもこう主人公の、刑事ロジャーとダグのデコボコ名コンビっぷりがですね、もう本当にこう、もう見ていてこうスカッとしてですね、面白いわけですよ。この知的でスマートで身のこなしもそつがないロジャーとですね、粗暴で適当なんですが、まあ、情に厚く腕っぷしも強いダグ、このね、往年の刑事もののパターンそのものなんですよね。やっぱりこう見ていてこう安定感がありますよ。面白いです。そしてですね、まあ綺麗どころレベッカもですね、いいキャラですよね。なんて言ってもこのレベッカがですね、何の躊躇もなく、こう怪しい蘇生マシーンにですね、ロジャーの遺体をですね、こうセッティングしてですね、スイッチオンなんてするところもですね、まあこの映画の唯一の突っ込みどころなんですけども、おいおい、そんな得体の知れないマシーンに突然か、ロジャーをかけるんかいみたいなね。ただこれもまあ80年代 SF のあるあるじゃないかなと思いますよね。はい。あとはですね、こうもう一人の美女、ランディの屋敷、そこでですね、繰り広げられるアクションシーンがですね、どこかで見たことあるなと思ったら、やはりこうコマンドじゃないかなと。めっちゃコマンドっぽかったですね。これやっぱりコマンドの編集したマーク監督のですね、いいところじゃないでしょうか。はい。あとはですね、特殊メイクも、まあ、めちゃめちゃ凝ってていいですね。鏡に映ったロジャーの腐り切った姿とかですね、蘇生光線によってよみがえって襲いかかってくる豚の丸焼きとかですね、鶏肉たちとか、もう本当に最後のですね、牛の巨大な肉の塊が主人公たちに襲いかかってくるところなんか圧巻でしたね。はい。このですね、特殊メイクもめっちゃ見どころですよね。はい。あとは次第に腐っていくロジャー、このね、ロジャーのこうメイクいいですね。はい。最初は紳士的だった性格がですね、こう腐っていくことに次第にですね、大胆な性格になって、こう姿とともに性格も変化していくところが面白くて、まあこれがロジャーの、真相にあったですね、まあ本性的なこの大胆さも、性格なのかなと思うとですね、まあだからこそダグとうまくいってたのかなっていう理由にも気づけてですね、まあいい伏線になってますね。はい。そしてですね、ロジャーの操作によって、次第にですね、真相にたどり着いていくこのプロセスが、伏線もきっちりもう張り巡らされていてですね、まあ、本格的なミステリーばりに、いいですよ、この展開。あと、ゾンゲリアを思わせるような、このミステリーな展開、面白いですね。そして、クライマックスに行くに従ってですね、バイオレンスなロジャーの復讐劇というところも、破天荒なラストにつながっていて、もう見ていて痛快でスカッとする。
もう正直ラストはですね、この微妙な後味がもう本当にたまらない、そんな映画でしたね。はい、いかがでしたでしょうか。やはり編集マンとしてですね、様々なハリウッド映画に関わってきたマーク・ゴールドブラッド監督がいろんな映画の、いい要素をですね、これでもかこれでもかと詰め込んだ痛快なゾンビエンターテイメント映画、まあ、それがですねゾンビコップじゃないでしょうか。はい、これですねぜひ見たいという方はですね Unext で配信中ですし、英語版だったらですね YouTube で、まあ、アルファベットでですねデッドヒート、そして1988というキーワードで検索すれば出てきますので、こちら字幕を表示すれば、まあ、なんとか、日本語たどたどしいですけど意味は通じるので楽しめると思いますので、ぜひ見てみてください。ということでですね、皆さんもよろしければゾンビコップの感想をコメント欄にコメントください。今日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもこのような動画を配信しますので、この動画がいいなと思った人は高評価ボタン、そしてチャンネル登録をぜひお願いします。Inside of you. 真夜中過ぎに起き出してくる魔物たち、息を潜めて夜の闇の中にうずくまる獲物が通りかかる時を自由